ヤンキース永久欠番捕手、素手で補給してしまう。ニューヨークヤンキースの永久欠番20を背負っていたのはホスホルヘトサラだ。2000年代を代表する強打の捕手として活躍、捕手にもかかわらずスイッチヒッターという珍しい打撃スタイルだった。4年連続シルバースラッガー賞を獲得するなどし、5回の世界一に大きく貢献した。そんなポサダがエンゼルス戦で珍プレーを見せた。バッターが高々と打ち上げたキャッチャーフライに対して、ポサダはミットを投げ出して素手でキャッチした。ポサダは素手でバットを振っていたことで有名だが、フライまで素手で取るとは。マスク外すのはわかるが、なぜミットまで外した？バッター守備妨害しすぎで草。なんかおしくらまんじゅうしとるな。実況、アンミリマボ、ハハハ笑い。しっかりキャッチしてて草。キャッチした後のポサダ、なんか審判に抗議しとるな。エンゼルスの打者がポサダの邪魔したからやろう。打者普通に吹っ飛ばされててくさ。中地の星野のカーブスで鳥みたいなんを想像したら違った。詳しく、現オリ監督の中地正俊が現役捕手時代、投手星のカーブを素で右手でキャッチした。中島曰く、右側にすっぽ抜けてきたカーブをミットをつけた左手で取るのがめんどくさかったから素手で取ったらしい。ちなみにこの後、星野の球速をはるかに越すスピードで返球している。中島監督は当時の現役星の中でも屈指の強肩。温厚な星野もキレたらしいな笑い。星野本人はプロ入りまで速い球を投げてると思ってたって話つき。捕手が素手で取れる球を投げる投手が通算2669イニングも投げて176勝したという事実。ちなみに、オサダは強打者の名捕手で、通算ホームラン275本、シルバースラッガー5回。なお、ゴールデングラブは取ったことはない。捕手ならゴールデングラブの方が嬉しいやろ。アメリカのキャッチャー屈強すぎるわ。昔はコリジョンルールもなかったから、ホームに大男たちがタックルしに来てたからな。そう考えると、城島ってすごかったやな。捕手がメジャーでレギュラー得るって考えられんよな。城島、ホームに突っ込まれて、1回転しとったからの W しかも相手を激しく睨みつけた。野球が好きなみんなはポチッとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。